こんにちは、マシさんです。いつもは山中湖情報創造館の本を、まあ、テーマを決めてね、数冊紹介していくんですけど、時々こうやって、本屋さんとかコンビニの雑誌のところとか見て気になる雑誌をつい買ってしまうんですということで、買っちゃいました。自由人、2019年8月号ですね。自由人2019年8月号で、本の未来。いや、気になるな、こういうタイトル。本の未来です。この、ね、表紙がね、本棚に見えるでしょ。どこかの図書館に見えるじゃないですか。これ図書館じゃないんですよ。これが何かというのは実は書いてあります。本の未来、本の未来を信じるためにどうしても出版とかね、僕も図書館とか本に関わる仕事をしている中で、やっぱり今言われている活字離れとか、出版業界の売り上げが減少している本屋さんが、まあ、閉店してしまう、そういったね、どうしてもこう本から離れてしまう傾向があるなと思うんですが、でもいやまだまだ本にできること、本の可能性たくさんあるよっていうところも実は感じてます。というのも本の売り上げとかは減っている可能性があるんですけど、まあ、点数は多分増えてます。それからあと、書店はなんかこう、まあ、畳んでしまう、閉店しまう書店がある一方で、例えばブックカフェとか本のあるホテルとか、なぜかその本が置いてある場所に人が集まるという傾向が結構あります。同じカフェでも本棚がしっかりあって、結構蔵書が充実してるカフェとかって入り浸っちゃったりするんですよね。はい。で、実はこの表紙ですが、これはですね、箱根にできました。山中湖から車で1時間ちょっとぐらいで行けるかな。箱根にできた本箱、箱根本箱というホテルなんです。これここの、内装です。で、この特集が、この本の、ね、自由人の特集が、この本箱ができるまでの3年半のこうなんていうメイキングが書かれてるんですよ。これ開業物語ですね。これが楽しくてですね、つい買ってしまいました。もともとこの箱根にあった、日販っていうね、書店の取り次ぎさんの保養所というか、そういったところがあったんですが、まあ、比較的今保養所とか会社経営とかの中でこう手放したりすることが多いんですけど、日販さんは手放さずにそれをリノベーションして、こういう本箱というホテルを作りました。これがね、おしゃれなんです。なかなか僕も行きたいなと思ってるんですが、一人で行ってもつまんないんでね、高くて相手を募集するわけではありません。はい。この本箱がどうやってできてきたか、どういうコーディネートをしたか、またどういう職を出しているか、やっぱり本の集客力わかりますね。ここにあるのは、本の集客力を再確認した1年でしたという記事がありました。で、その箱根本箱だけではなくて、有名な本屋 B&B さんですね、それから天狼院書店さん出てますね。本好きだったら大体ここわかるよねっていう盛岡書店、いいですね。あ、カモメブックスさんも出てますね。それからどこだどこだ、しおりぎさんだったろう、そういった、カフェだけではなくて、実は文吉さんもいいね。都の城市立図書館出てます。ここはそのものがショッピングモールがね、図書館に変わったという移植中の移植ですけど、これがまたおしゃれなんですよ、図書館の癖してそういうこと言っちゃいけないよね。ここに関わってる方も個人的に知ってる人もいます。図書館の未来の、ちょっと書いてあります。数え切れないほどの仕掛けの数々、ここは図書館の未来のための実験場です。いいね、こういうところができるって、図書館一つでね、街の雰囲気が変わることがあるんですよね。そういうことと拠点になっていくっていうのはあります。
はい、あとずっとこう本のある場所、まあ、後半は、日本のお宿ですね。お宿の紹介がたくさんあります。あ、京都の鍵屋さんもあった、うん、はい、あとね里山十条、これ面白い、田んぼの真ん中にね茶室じゃないみたいな、お茶が飲める畳があるんですよね。水鏡の席だって面白い。あと料理、あ、美味しそう、うん、やっぱ食は欠かせないですかね。そんなわけで、自由人、2019年8月号本の未来、これが本と食、後半食、お腹空いてきちゃったの紹介です。価格が、定価1200円、まあ、税込みですね。まだ本屋さんで売ってると思います。気になる人はぜひ、こんなのいかがでしょうか。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。